皆さんこんにちは。今日の知っとくは、日本の紙幣の肖像画を描いている画家は誰？の疑問です。紙幣のデザイン、例えば福沢諭吉や樋口一葉や野口英世の肖像画を描いているのは誰でしょうか？日本全国に大変な数流通するものですから、高名著名な画家が描いていると思っている人もいるでしょうが、肖像画を描いた人は公開されていません。ただ、財務省印刷局に所属する工芸館が描いているということのみ明らかにされています。工芸館という役職は、高卒以上の学歴で美術関係を専攻していた人のみがなれる役職です。氏名は一切非公開です。工芸館は、お札の肖像画以外にも、国債や収入印紙、政府刊行物など、様々なもののデザインを手掛けています。また、国が主催する催し物の入場券のデザインなども行っており、私たちの身近にあるものを描くために活躍しています。知らなかったですね。皆さんはご存知でしたか？